イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは、イーチャリティーの井上です。今日はですね、こちらイーチャリティーのですね、神戸店の方に来てます。なんで来てるかって言いますと、明日明後日ですね、車椅子のね、安全整備士の講習と試験がありまして、で、まあ、ちょっと1日早くね、神戸店の方に今日は来てます。で、まあちょっとね、どんな動画撮ろうかなって思ってたんですけど、結構スタッフがですね、配達とかね、いろいろちょっと出払っちゃってたんで、ちょっとぼっちでね、動画の方撮っていきたいと思います。で、今日はですね、以前ね、ちょっと、動画でね、紹介させてもらったんですけども、2020年のですね、8月の1日からですね、2021年の3月、28日までサイクルボールっていうね、イベントがですね、開催されます。で、今日はですね、そのサイクルボールのね、コースがですね、どこになるかっていうのがね、ちょうど発表されましたので、ちょっとね、その話をしてみようかなと思います。で、実はね、サイクルボール、発表になった時はですね、日本6大一周を制覇するっていう風にね、ホームページに書いてたんですけども、今日ですね、久しぶりにホームページを見るとですね、日本7大一周にね、変わってました。で、これサイクルボールっていうのが、まあ、何かって言いますと、例えば淡路島一周とか琵琶湖一周とか、なんたら一みたいなやつがね、まあ、日本の中でも有名な場所がたくさんあるんですけども、まあ、それを、一つね、制覇すると、ドラゴンボールって漫画でありますけども、まあ、あれみたいな感じで、サイクルボールっていうボールを一つもらえてですね、で、7つのね、コースを全部制覇すると、7つのね、サイクルボールが集まって、で、願いを叶えてもらえるっていうね、まあ、ドラゴンボールのね、コンセプトをそのままにね、自転車のね、世界に持ち込んだようなね、内容になってます。はい、で、僕もね、前、紹介させてもらう動画でね、まあ、そこまでね、ドラゴンボールの、まあ、内容をですね、パロってるんだったら、なんで6大なんやろっていうね、話をちょっとしたんですけども、まあ、それをね、まあ、見てはないと思うんですけど、7大に、変わってます。で、そのね、7つのコースの方なんですけども、一つずつね、ちょっと紹介していきたいと思います。まず一つ目がですね、加水池。これ僕初めて聞きました。これ霞ヶ浦市を一周するんですかね。霞ヶ浦市が、舞台になってます。で、これがですね、距離141キロ、獲得標高が326メートルなんで、まあ、結構ね、平地メインの、コースになってるんだと思います。で、2つ目がですね、浜市といいまして、これが浜名湖を一周するコースになっています。で、距離がですね、 116.8 キロ、獲得標高がですね、909メートルとなっています。で、3つ目にですね、福市といいまして、福島県のですね、福島市と二本松市が舞台で、距離がですね、 109.2 キロ、で、獲得標高が2220メートルとなってます。まあ、この辺りからね、かなりね、標高差がですね、激しくなってきてるんですけども、次ね、まあ、4つ目、富士市ですね。で、これはですね、御殿場市になってます。で、距離がですね、 136.9 キロ、で、獲得標高がですね、2125メートルとなってます。はい、で、次5つ目ですね。5つ目はですね、琵琶市と言いまして、これ琵琶湖一周になってます。これはね、距離結構あるんですけども、 160.1 キロ、で、獲得標高が1411メートルとなってますね。で、次6つ目がですね、阿波市と言いまして、まあ、僕もね、3回ぐらいね、走らせてもらってるんですけども、兵庫県のね、淡路島一周になってます。で、これ距離がですね、 148.7 キロ、で、獲得標高が2105メートルとなってます。で、最後にね、7つ目なんですけども、伊豆市と言いまして、
伊豆半島がね舞台になってます。でこれ距離がねちょっと一つだけね半端ない距離なんですけども 220.4 キロ、で獲得標高が 4671m っていうね、ちょっと他のコースと比べてもですね段違いのですね険しさにねなってます。ちょっと僕自身もですねこれ220キロっていうね距離っていうのがですね、ちょっと未体験のね、距離になってまして、まあ獲得標高もですねこれだけね標高差のあるコースっていうのはですね今まで走ったことがないんですけども、こちらのね7つのコースにですね期間内にチャレンジしていきたいと思います。まあ、もちろんね僕は電動自転車屋さんなんで電動自転車でのチャレンジをやっていきたいと思います。まあ、ちょっとね220キロってなるとねバッテリー何個いるねんっていうぐらいねちょっと距離、まあ、坂道もねすごいんでちょっとバッテリーをねどれぐらい用意したらいいのかっていうのね、まあ、ちょっと怖いところなんですけども、電動自転車でね、やっていきたいと思います。はい、でサイクルボールをですね7つ集めた時の願いで、こちらについてもですね、いろいろね発表が出てまして、例えばですね、まあ、プロテインですとかサプリメントで、あとカーボンのホイールですとか、アルミのホイールで、あとねプロ選手と一緒にね走るようなですねファンライドイベントですとか、いろんなね願いがですね、出てきてます。でさらにまだねスポンサー募集中ということなので、まあ、願いがねこれからねいろんなやつがまた増えてくると思うんですけども、そちらのね願いの方もですね、すごいね楽しみなポイントだと思います。はい、で、まあ、僕はですねちょっと8月1日からねこういきなり走り出すとちょっと今暑すぎてね結構しんどいと思うんで、まあ、ちょっと涼しくなってから走ろうかなっていうふうには思ってるんですけども、しっかりねこの7つのコース、走破できるようにですね今からちょっとトレーニングしていこうかなと思ってます。ですので、もしかしてねサイクルボールのねコースでですね電動自転車でね走ってる僕をねまた見かけたらですね平地ではねちぎっていってもらえたらいいと思うんですけども、上りでは僕がね電動自転車のねパワーをちょっと見せつけたいと思います。ということでねすごい楽しみなね、まあ、コロナのね蔓延にもですねならないように、結構ねしっかりと考えられたイベントとなってますので、まあ、興味のある方はですねぜひ参加してもらいたいと思います。今日はどうもありがとうございました。